ゾーンに入って無敵状態、川口義勝のスーパーセーブがこちら。川口上手すぎやろ。川口さんめちゃくちゃ仕事するやん。ロベカルのボールをキャッチってやばすぎんか。今見ても見応えがある一戦。この時の川口はブラジル選手からもめちゃくちゃビビられてたらしい。全く点が入らんから。完全にゾーンに入り、川口の神がかったスーパーパンチングとスーパーセーブの連続。職場でリアルタイムで見てたけど、川口は今でも日本歴代最高の GK だと思う。U23 ブラジル代表のメンバー改めて見るにドイツ戦以上の快挙だった。内容がほぼブラジルの猛攻なのにことごとく防いでる日本は本当に神がかってる。あまりに信じられなくて最初ブラジル史を抜いてると思ったが、監督のザガロが顔真っ赤にして怒ってるのを見てこれはマジだとようやく確信できた。この時のブラジルってオーバーエイジにベベット、リバウド、アウダイール、さらにすでにフル代表入りしてたロベカル、怪物ロナウド、ジュニーニョ、サビオ、フラビオと書いたから7、8割くらいフル代表クラスと言ってもよかったブラジル代表。しかも GK はあの元ミランのジーダだしな。ロベルト・カルロスのシュートはえぐい。それを止めた川口もえぐい。この試合リアルタイムで見てたけど、ハラハラドキドキする試合だったな。もうこんな試合見れないだろうな。